今回週刊誌を見た方はご存知だと思いますが、今回の事件、関係者各位、ファンの方々、見てくださっている皆様、誠に申し訳ございませんでした。今回被害に遭ってしまった方々には深くお詫びを申し上げます。ファンの方々は今回の報道について、深く失望してしまったと思います。ただ、僕は、心を改めてゼロから頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。